がガッソリです。ニョキニョキ。さて、今回は野菜と一緒にニョキニョキしたいと思います。今日使うのはキュウリです。さあ、切っていきたいと思います。まあ、なぜ野菜がニョキニョキするかと言いますと、じゃーん。ニョキニョキ。